人生の負け組に共通する6つの悪い癖。無私無欲で人の助けになろうとすることに何も悪いことはありません。でも自分自身よりも他人ばかりを優先してしまうのはいかがなものでしょう。こうした行動が自分の希望や夢を叶える妨げになっているとしたらどう思いますか？絶対にノーと言わない。あなたのやることリストは自身の課題よりも他人のためにすることの方が多い状態です。手伝う、相談に乗る、面倒を見る、買う、貸すなどなど、あなたは他人に尽くしています。逆にその人たちが助けてくれたことを考えてみると、おばあちゃんになっちゃいますか？あー困りました。実のところあなたは誰にも借りはありません。私たちはみんな責任のある大人で、自分のことは自分ででき、自身の問題だって自分で解決できるのです。ですから自分の課題や目標を最優先するようにするべきなのです。そうすることで誰かがあなたを自己中心的だというのなら、その人は多分あなたの気持ちをコントロールしようとしているのでしょう。誰かに盲目的に手を差し伸べる前に自分に問いかけてみてください。いつも助けてあげるのはその人のためになっているのか、そしてその人も同じことをあなたにもしてくれるかどうかと。もしそうでなければあなたの時間と労力、視力の無駄ですよ。いつも誰かの承認を求める、この心理的な葛藤と戦う人は多くいます。自分自身に自信が持てず、自分の意見よりも他人の評価を重要視してしまうのです。上司や同僚、友達、親類から評価されたり褒められるのが目的で何かをしようとします。よくやったと褒められるのに悪いことはありませんが、誰かの前向きな評価をもらえた時にしか自分に満足できなくなってしまっているとしたら、それは問題です。あなたは十分に優秀で、それをみんなに証明する必要もないことを理解してください。他の人の承認を求める代わりに、そのエネルギーを自分の目標や夢を実現することに使いましょう。プロとしての技術を磨く、自分の趣味を極める、健康に気遣うなど、自分のためにできることはたくさんあります。こうした努力をしていけば自分にしっかりとした自信がつき、誰かの承認を求める必要もなくなることでしょう。問題に向き合わない。あなたは対立を疫病のように避けようとします。異議を唱えず、不平を言わず、議論もせず、自分の信念を通そうともしません。その状況を受け入れ、我慢して、衝突を起こさないようにしていい人になっています。でも自分の意見を主張しなければ誰もあなたの意見を知ることができません。解決法は至って簡単です。自己主張をすることです。他人もそうであるように、あなたは自分の意見を持つ権利、またそれを主張する権利があります。意見に同意しない人がいたっていいじゃないですか。全ての人を満足させることは不可能です。声を大にして主張する人や自信満々の人からのサポートを得る必要はありません。自分の意見を率直に主張すれば、あなたの個性が光ります。自分の本心を内に秘めたままだと誰もあなたのことをよく知ることはできません。あなたは一回限りの微笑みよりも敬意に値する存在です。他人の感情に対し責任を感じる。誰かの要求を満たせない、誰かの考えや期待、気持ちを魔法さながら推測できないと、あなたはすぐに謝ります。怒り、悪意、不満、悲しみなど、他の人が否定的な感情を抱くことを恐れ、自分のせいだと思ってしまうのです。他人の気持ちや問題、期待はあなたの責任の範疇ではありません。それでも自分を責める気持ちになってしまうのであれば、こう考えてみてください。その人は自分自身の問題を解決するのにどんな努力をしたでしょう。まだ問題が未解決であれば
なぜメソメソしたり愚痴を言う時間があるのでしょう。他人が自分の思う通りにならないことであなたを責め立てるなら、それはその人自身の問題です。こんな人あなたの人生に必要でしょうか。こういう人とは早く手を切った方が良さそうですよ。境界線を設けない。この問題は絶対にノーと言わない人の問題と同様に、お人よしによくある問題です。もしあなたに時間があり、ぜひやりたいというのならいいのですが、誰かの手助けをするために自身の計画まで投げ打つというのなら話は別です。あなたの親友がベビーシッターが見つからないと、またしてもパニックになっています。ですからあなたはボーイフレンドとの食事と映画コースをキャンセルして、町の反対側まで彼女の子供の面倒を見に行きます。これならまだ許容範囲内に思えるかもしれませんが、一体どこまでが許されることなのでしょうか。いつもみんなを満足させ救うことなどできません。自分の限界を知り、それを主張してください。週末は旅行に出ますか。それならあなたの仕事のチームには、そのプロジェクトでは金曜までしか働けないと伝えてください。絶対に。もちろん周りの人はあなたがいつも助けに駆けつけてくれることに慣れてしまっているので、たやすいことではないかもしれませんが、あなたがそのスタンスを貫いていけば、時間とともにそれが普通になることでしょう。境界線を設け、無理をしないことです。あなたが好きでないことをする。問題の第一段階は、誰かの要求を断ることができず、いつも聞き入れてしまうこと。そのせいであなたの時間が切れ切れになってしまい、自分のために使う時間がなくなってしまいます。自分の時間は仕事、休憩、家事、趣味など、自分がしたいことに使うべきです。自分のために取っておいてある時間は断固として譲らないでください。第二段階となると、さらに複雑になります。もし自分の仕事が好きでないことを心では分かっている、または苦手な人々がいて、あなたが落ち込む原因となっているのであれば、行動に移し、自分を苦しめるのは終わりにしましょう。何があなたを不幸にしているのかを把握し、人生から一掃するようにしましょう。あなたは毎日笑顔で目覚めるのにふさわしい人なのですよ。あなたにもこのような悪い癖がありますか？下のコメント欄で教えてくださいね。高評価ボタンのクリックと、お友達にもシェアすることをお忘れなく。お友達もこの精神的な負のスパイラルから抜け出なければなりませんからね。私たちのチャンネルを登録して、人生のブライトサイドを満喫しましょう。